はは。い、んんのです。こんばんは2021年8月22日の日曜日の動画日記となります。今日はも、東京は今日も、えー、あちいちなかなり暑い一、えー、日でした。はい、えー、皆さんはね、どんな感じで過ごされたでしょうか。はい、今日はあの結構いろいろありました。はいで、1個目がですね、運転免許証を、えー、なくしたかと思ってかなり、えー、焦ったのは1個です。はい あのう、ねえー、の動画を見てもらった方は分かると思うんですけども、あのー、昨日友達と、えー、その彼女さんと3人で、友達の家でピザパーティーをして、そのまま僕はあのー、泊まる準備とかもしてたんで、泊まらせていただいて、き、えーねえー、今日の朝、あのーね、帰ってきました、はい、朝で。ちゃんと8時半にはサルタココーヒーに、えー、ついてしっかり作業できたので、えー、よかったかなと思います。はい で、それでですね、あのー、なんだろうな、えーピザ、ピザパーティーに当たって、ピザとかね、いろいろ飲み物とか、友達がね、えー、用意してくれて、あのー、払ってくれてて、でそれを、あのー、帰る直前に、えーとー、なんだろうな、あのー、払おうと、えー、思ってたんですけども、つい,、えー、つい忘れてしまっていて、でその後 LINE で、ね、友達から連絡が来て、えっとまあ、何千か、えー、LINEPay とかで、えー、払ってくれると嬉しいみたいな感じで、催、え、促、ーまあえー、してくれて、合わせてたということで、えー、LINEPay で使ったことほぼないんですけども送金機能が、ね、LINEPay には備わっているということで、えー、初めて使ってみようと思って LINEPay の送金機能をやろうと思ったらなんか本人確認が必要ということで,でなんか、あのー、銀行と連携するかもしくは えと自,撮り自分の自撮りと、えー、免許証とかのね、えー、本人確認書類を取ればいいということであ、じゃあそっちの本人確認書類を取る方にしようと思って、えー、カフェでね、財布見て、えー、運転免許証を、まあ、普通にあると思ったんで、探したらもう、ま、なくて、えー、結構焦っ,焦ってですね、えー、実はあの先日、えー、そうですね、2日前ぐらいに、3日前かな、金曜日かな、に、えー、とコピーをね、ちょっとなんか書類で、 運転免許証のコピーをね、両面取る必要があって、えー、それをやるとき、セブン‐イレブンのコピー機に忘れてしまっていたことをね、えー、どうやらあのときに取り出して、あの忘れたなってことを思い出して、あのーあ、まあ急いで、急いでっていうか、えー、そんな急いじゃなかったですけども、えー、作業ね、12時、1時過ぎまでやった後に、えー、友達と合流して、えー、行ってきました。はい、で、無事ね、聞いてみたら、えーね、心優しい方が、えー、届けて、 お年も届けてくれたみたいで無事、えー、僕の免許証がね僕の手元に戻ってきてくれましたはい良かったですはい本当に、えー、日本はね、えー、平和な、えー、心優しい、えー、方たちがね、えー、たくさん、えー、いる素晴らしい国だなと改めて思いましたはいなかなかね、えー、よく言われるのはやっぱり外国だと普通はねお年元とか帰ってこないみたいないうのは聞かれるんで本当にそのそれと比べると日本は本当に平和で治安が良くて最高な えー、優しい人たちの国だなということで改めて実感してあの温かい気持ちになりました届けてくれた方本当に助かりましたありがとうございましたはいで、えー、でですねえっ、ー、とそんな感じで、えー、と今今日動画日記438、まあ、日目、えーまあ、何回かねよい、まあ、数えて4日ぐらい多分、ね、休んだんですけどもそれ以外ほとんど毎日、えー、続けていますはいでこのね、続けていることでもちろんその 動画、えー、なんか一つのことを自分はこれだけ、えー、続けられるんだっていうね、継続できるっていう、行動圧倒的な自信がついた、えー、っていうのは毎回言ってるんですけども、あのーまあ、それと別で、なんかこれをやり始めてからですね、あのまあ、継続できる自信がついたのはもちろんなんですけども、えー、それにプラスアルファしてね、なんかこう、一日が、えー、毎日がこう楽しくなったんですね、えー、これをやる前に比べると圧倒的にはい。 でこれはなんかそのなんだろうな昨日友達とその話をしていた時は、えー、考えて出た言葉がですね、あのー、毎日、まあ、日記も動画日記も基本的には今日あったら嬉しかったことを3つとか4つこうやって話して、えー、ベラベラ話してるわけなんですけども、まあ、それがえかなりその幸福度につながっている、えー、直結してるっていうのはまあ言うまでもないというかまあそのそもそも 仕事を基本は社会人はそのね一日中仕事を僕もそうなんですけども仕事している中で嬉しかったこととかってえ意外とねないんですねあの普通にしてたらはいえこういうのやってないと普通にしてたら多分出てこないと思うんですけども僕はそのブログとか動画日記で毎日嬉しかったことを書くっていう習慣をつけてるのでまあ強制的に書かせるを得ない話させるを得ないっていう作ってるえことでえセンサーがね 今日何か嬉しかったことあるかなとか、こんな、あこの些細なことでも、えー、これ嬉しかったことだって、えー、楽しいなとか感じることができるようになっていくんですね。毎日やってると。はいえー、それで、それが、まあ、功して、毎日、まあ、自分は嬉しかったこと、こんなことあって、えー、幸せだっていう、どんどん幸福度が上がっていくっていうのもあるんですけども、まあ、それだけではないなって、ちょっとさっきふと、あのー、んか思い出しまして、ひらめいてというか、えー、科学的になんかね、なんか昔、第五かな。 さんんんかかなのの動画でで言ってたんですねあの人はなんか実験なんかある実験でどんな時にその脳のなんだろうな幸福ペロモンでホルモンみたいな、えー、そういうのが分泌されてるかっていうと自分の、えー、まあ、人の話を聞いてる時とか、えー、自分の話をしてる時とかいっぱいあるんですけども自分の話をね、えー、誰かにしてる時があー一番確かなんかそういう物質分泌っていうか物質が 出てて、えー、脳が活性化されたりとかなんかねそういうだからその自分のことを話している時が一番幸せっていうかそのっていう感じの実験がなんか確かあったような、えー、気がしたのをさっき思い出してあこれだということで毎日僕はだからその最も、えー、幸せになる行為を毎日、えー、誰このカメラに向かってやってることで、えー、幸福度が、えーえー、毎日上がり続けてるんだなと。 いうことを、ね、さっき、えー、その実験を思い出して、えー、納得しました。はい、ということで、えー、ぜひ皆さんも、えーね、顔を出さなくてもいいけど友達は言ってたけどラジオスタイルとかね、えー、でもねやってみるとすごく、えー、発見があると思うのでぜひ、えー、やってみてください。はい、で3つ目が、えー、っとあの僕今ね夏アニメ2020年 21年夏アニメ、えー、予約して11個ぐらい多分ね毎週見てるんですけど金土日に集中していて録画が放送がで今日はね特に好きな過激少女っていうまあ宝塚っていうかね過激団でえー、ね男役とかえー、女役のトップを目指すっていう女の子たちがえー、こうね切磋琢磨とかしていろんなね友情とか ドラマがあって進んでいくっていう、まあ、アニメをやってるんですけどもそれが結構好きで、まあ、曲もオープニングもすごい大好きで,で毎週で僕ね結構なんだろうなどっちかっていうと、えー、女の子ばっかりなんですけどもなんかこうやっぱり夢に向かって走っている子たちなんで、えー、どっちかというと配優とかなんかその何て言うんだろうなスポコンって呼ばれるスポーツアニメに近いような感じ挫折もありみたいな。 あのー、理想があるけどなかなかその追いつかないとか理想に届きそうにないとかそういうでも挫折しながらも、えー、諦めそうになりながらもこう進んでいくみたいなそういうやっぱり、えー、メッセージ性がある、えー、やつで見ていて本当に自分との人生と重なるところがいろいろあって、えー、見るたびにこう頑張ろうもっと頑張ろうとか僕も自分も頑張んないとなっていうか、えー、その子たちからもらえるんですね。で今回もちょっとそういうい話っ で一緒に友達い家に来て、えーまあ、そうめんとか一緒に食べて、えー、でその途中でね僕はあのアニメ、えー、見始めてっていうか見,見させてもらって、えー、なんですけども,もうあまりにもね30分間素晴らしい、えー、もう僕のもう大好きなもう,もう心にもうビシビシバ,シバシバシ、えー、響いてくるような、えー、ストーリーで夏のね、えー、ストーリーで素晴らしくてもう。 思わずね、もう気づいたらね、最後らへんも、えー、泣いてまして、えー、涙がボロボロ出てきまして、えー、友達がね、いたんですけども、えー、もう泣いちゃいました、もうそれぐらい本当に友達、まあ、は、僕がその感受性というか、涙もろいともあるんですけども、それでもやっぱり、えー、そのね、ストーリーがすごく良くて、本当に、なんだろうな、アニメ最高って感じですね、えー、一言で言うと、はい、<laughs> そんな感じです で、あとは、まあ、あとはその後ね、えー、普通に戻ってされた日、ーヒーで作業して、あとはあれですね、友達の、その友達とかの新しい家がね、無事、えー、もうすぐ決まってよかったなっていう日でした。はい。すごい綺麗な家でびっくりしました。はい。あそんな感じで、今日は終わりたいと思います。はい。皆さん、明日から月曜日なんで、僕は明日、ジャンプ、ワンピースとヒロアカとか読めるの楽しみにしています。はい。そんな感じで、ありがとうございました。 えー、日本最高です。はい、バイバイ。